なきゃ、もっと書かなきゃ、書かなきゃ。な、嘘だろ。あんたが神隠しの犯人なのか。あら、真田くん。え、真田くんなの。ああ、真田くん、本当に真田くんだ。西野さん、マジかよ。何って見てわからない。私、漫画を描いてるの。見て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 、こんなにこんなにこんなに思い通りに描けちゃうの。二次創作じゃない、オリジナルだよ。完全にオリジナルなの。西野さん、どうどう、真田くん、すごいでしょ。私これだけ描ければ文句なしにデビューできるよね。プロの漫画家になれるよね。漫画を描いてるだって、意味わかんねえよ。それのどこが漫画なんだ。笑えねえんだけど、マジで。真田くんも私の漫画をけなすんだ。やっぱりそうなんだ、そうなんだ。あのデジモン、つうかなんだよ、あのデタラメなデカさ。真田くんもあいつらと一緒だね。私の作品を無意味にけなして、私の夢を邪魔して、バカにして、あざけって、恥ずかしめて、何事もなかったように笑って生きてられるんだ。こいつはヤバそうだぜ。私、あいつらを笑えなくしてやったの。ここだと何でも私の思い通りになる。漫画に書いたことが本当になる。真田くんも笑えなくしてあげる。でも殺したりは絶対にしないよ。だって私の漫画が完成したら、お前らが私の読者に、私の漫画の虜になるんだから。それまでお願い、黙ってて。お願い、それまで何も見ないで、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 見ないで。見ないで、見ないで。
私の読者になって。私の読者になって。俺よ。みんなよく頑張ったね。私の夢が、あれがいないと、もう書けない。西野さん、俺、あんたの漫画、結構楽しみにしてたんだぜ。とにかく漫画を描くのが好きって感じがさ。俺は読むだけだからさ、そういう楽しみ方ができるあんたが羨ましいって思ってたんだ。それがこんなことになるなんてよ、正直信じらんねえっつうか、信じたくねえっつうか、気づけなくてすまねえ西野さん。真田くん、私ただみんなに楽しんでもらいたくて。でも私の中で何かが膨らんで止められなかった。どうして私、どうして。まずい、逃げろ。え、西野さん、てめえ許さねえ。ち、厄介だな。乗れよ。このまま突っ走れ。はあ。
それ。終わったか。お疲れさん。あ、収束するぞ。本当に解決しちまうとはな。一体どんな手を使ったんだ。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば失踪者は全員無事けど、失踪中の記憶は一切なし。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデン症候群になっちまってるらしい。これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。最近流行りの怪事件ってやつだなこれ。つうかお前本当に何も知らねえんだろうな。ちっ、お前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。又吉さんが来る前にとっとと消えろ。ご協力感謝してやんよ。